次に玉木雄一郎君。委員長、玉木雄一郎です。社会保障と安全保障について質問いたします。まず安全保障について、安全保障環境の変化については私も認識を同じくしております。動的防衛力、ダイナミックディフェンスという概念を入れたいわゆるふたふた大綱、22年大綱は我々民主党の下で策定をし、その多くを今も引き継いでいただいていると思っています。また4月には安全保障法制についての党の考えを我々としてもまとめました。その基本理念は近くは現実的に、ただ遠くについては慎重にというのが基本的な我々の方針であります。よって喫緊の課題である島嶼防衛、これに対応するために領域警備法、これは法案をまとめて昨年は提出をし、今回もさらにそれをバージョンアップしたものをまとめております。また周辺事態法についても技術の革新、こういったことに合わせた新たなニーズに対する対応、こういったことについても我々としての対案を考えています。また PKO 法についても、いわゆる武装解除 DDR、 またセキュリティ部門の改革である SSR、 こういったことも含む我々としての案をまとめております。ただ我々がどうしても政府案を見ていて納得できないのは、やはり昨年の7月1日のいわゆる閣議決定、つまり解釈改憲による集団的自衛権の行使容認で、これに基づく現在審議されている法案についての疑問であります。総理は昨日、この合法性については完全に確信を持っているとおっしゃいました。ただ国民の多くはまだ確信を持てないでいるというのが現実だと思います。今日はこの点を中心に質問したいと思います。まず先般6月4日憲法調査会で参考人としてお越しをいただいた3人の憲法学者全員が、この中には与党自民党の推薦の先生も入っておりますけれども、今回の安保法制は違憲だということを明確におっしゃいました。特にこの自民党が推薦した長谷部教授は、今回の法案は数多くの重大な欠陥があるので直ちに撤回すべきだとも述べておられます。でこれに対して御党の高村副総裁は次のようにおっしゃっています。学者の言う通りにしたら平和が保たれたか、こうおっしゃっています。これを受けて侮蔑するかのような言葉をおっしゃっていると教授は言っておられますけれども、この点総理も同じ認識でしょうか。内閣総理大臣安倍晋三君。河村先生が述べられたのはですね、政治家の責任とは何かということについて述べられたんだろうと、このように思います。先ほどもご紹介をさせていただいたのでございますが、憲法9条との関係で我が国に自衛権は果たしてあるのか、それを行使できるのか、ご議論があったわけでございますが、まさに憲法の最終的な番人である最高裁の判決、昭和34年の砂川判決によってですね、我が国が国の平和と安全を維持し、国の存立を全うするために必要な自衛の措置を取りうることは国家固有の権能の行使として当然のことと言わなければならないという判断があったわけでございます。しかしこの中においては個別的自衛権、集団的自衛権についての言及はございません。しかしそれは国連憲章については言及がございますから、その認識を持ちながらもそれをあえて言及をしていなかったのかもしれません。しかし その上においてでは必要な自衛の措置とは何か、これはまさに国民の命を守る内閣や国会に課せられた、これは使命、それを考えることは私たちの使命であります。そこで昭和47年にこの集団的自衛権、あるいは個別的自衛権についての解釈をお示しをしました。その状況におきましては、国際状況等に鑑み、必要な自衛の措置、必要最小限度を集団的自衛権は超えるもの、こう解釈をしたわけでございます。
その時々必要な措置とは何か、必要な自衛な措置とは何かを考えなければいけない。我々にはその責任があるわけであります。で、まあ、河野さんも、まあ、こうもおっしゃったわけでありますが、では最高裁の判決が出たときに、しかし多くの憲法学会の主流はですね、やっぱり違憲だったんです。自衛隊は違憲ということを言われていた。あるいはまた PKO 法案が審議をされ始めた平成3年、朝日新聞が取ったアンケートですかね、憲法学会に取ったアンケートでは8割が PKO による自衛隊の派遣は違憲だという判断が出た。しかし私たち政治家はその時々何をすべきかを真剣に考えなければいけない責任があるという考え方から、あのようなことを私は述べられたのではないかと思います。玉木君、憲法に違反しているのではないかと、まあ、それなりに憲法をですね、まあ、私も学生の時憲法を勉強しましたけど、それなりに長いことですね、研究されてこられた方が3人揃ってですね、違憲だとおっしゃってる。で、加えて、まあ、今総理いろいろと砂川判決47年いろんなことをおっしゃいましたが、国民の理解は深まってないと思うんです。政治家の責任として我が国をしっかりと守っていく、その時々に合わせて体制を法制でも装備でもしっかりやっていくのはそれは当然必要です。ただ同時に憲法に、我が国の最高法規である憲法に合致した形でその法律や仕組みを作っていくこともまた政治家の責任ではないかと思っています。その意味で高村先生の話が出ましたけれども、資料をお手元にお配りしているので1、2をちょっとご覧いただきたいんですが、まず1、これ今から16年前です。当時外務大臣だった高村外務大臣はこのようにおっしゃっています。日本の平和主義の原則というのはきっちり守っていかなければならない。憲法9条からの制約で日本は集団的自衛権の行使になるようなことはできないという原則はきっちりあるわけであります。で、これは私が言うまでもなく歴代の自民党政権で長く受け継がれた考えでありました。しかしこれを昨年変えたということでありまして、限定的な審査要件を満たした場合においては従来の憲法の解釈の枠内はみ出ていないという説明なんですが、この2番の方を見てください。今から13年前の話であります。同じく高村副総裁でありますが、このようにおっしゃっています。今までずっとそういう、これは集団的自衛権のことですけれども、集団的自衛権を認めないという解釈を取ってきたのに、必要だからといってパッと変えてしまうというのはやはり問題があると言わざるを得ないと。で、本筋から言えば憲法改正をしていく、集団的自衛権を認めるような形で、こういうふうにおっしゃってますが、小村さん最近は違うことをおっしゃっていると思うんですが、総理、このかつての高村副総裁の発言についてどう思われますか。安倍内閣総理大臣、今ここにおられない高村先生の発言をですね、一部を取り出してこれがどうだということを私に聞かれてもですね、これ不正確になる恐れもありますし、ある意味高村先生にも失礼なんだろうとこのように思います。高村先生もですね、ずっと外務大臣、防衛大臣を務める中において真剣に国民の命、そして我が国の領土、領海、国益を守るために何をすべきか、その中で必要な自衛の措置とは何か、必要最小限度の中に何が収まるのか、その中でどうすべきかを真剣に考えてきているわけでございます。まあ、その中における時々のご発言でございますが、この全体の発言は私は、これだけではですね、判断をすることは難しいと思うわけでございます。まあ、この時に議論になっているのは、フルにですね、集団的自衛権の方を認めるということを議論しているかもしれない。まあ、それはなかなか難しいでしょうと、憲法9条との関係で難しいということだったのかもしれない。しかし、時代が変化する中で、先ほど小野寺大臣が、小野寺元大臣が質問をいたしましたように、まさにミサイル防衛というものがあって、そして日本を、射程に入れているたくさんの弾道ミサイルを持った国があって、しかも大量破壊兵器をそれに載せられる技術をありているという状況が今出てきていて、日米が
しっかりと強い協力絆のもとでそれを そこから日本人を守らなければいけないという状況が今出てきている中において、しかも日本のですね、迎撃能力あるいはイージス艦の能力も高くなっている中において、何が可能か、あるいは攻撃された米国の艦船を守らなくてもいいのかどうかという、この問いかけに私たちは答えていく必要があるんです。そんなことは万一だから起こらなくていいということはあってはならないわけでありますから、これはそれをしなければいけないということではなくて、そういうときにはそれができるという、そういう解釈であり、そういう法律を作っているわけでございます。まあ、そこでまさにそういう中から、小室さんが今回もですね、中心的に与党の協議を進めてこられたわけでございます。まあ、こういう小村先生のご発言については、まさにこれは小村先生とですね、ご議論していただかなければ、ここで私が推測で申し上げるのはですね、失礼ではないか、このように思うところでございます。樋口君。玉木です。玉木君、失礼しました。はい、総理、今いろいろおっしゃいました。私ももちろん一部だけを取り上げてこの問題を資料にしているわけではありません。二つの問題があります。時代の変化、技術の変化、ミサイル防衛の必要性、イージス艦が新たに出てきた、いろんなことがあります。新たな時代の変化、そしてフルスペックの集団的自衛権ではなくて限定されたものになるのでいいんだと、多分二つの説明で、まあ、昔はダメでも今はいいんだろうということだと思うんですが、今の総理の私なりに解釈したらですね、ただこのですね、今から13年前の2002年の高村さんは何をおっしゃっているかというと、こうおっしゃっています。集団的自衛権、今一国だけで国が守れる時代ではなくなってきている。つまりそういった時代認識は持った上でこの発言をされています。加えてこう言っています。必要最小限というのは集団的自衛権の範囲の中でも必要最小限はあってしかるべきではないか、つまり限定的な集団的自衛権の話を前提にされています。で、そういう中においてでもでは困るから解釈会見でいきましょうかとご自身で問いかけるように提案された上でこうおっしゃっています。日本が本当の意味の法治国家にならなければならない、法に従ってやらなければならない、法というのは権力の側も拘束するわけですから、今までずっとそういう解釈を取ってきたのに必要だからパッと変えてしまうことは私はやはり問題があると言わざるを得ないと。つまり一国だけでは守れないという安全保障環境の厳しさ、あるいはフルスペックの集団的自衛権ではない限定された集団的自衛権がやはり必要なんではないのか、そういう中でなお当時は解釈会見はやはり法的安定性あるいは権力を拘束するというその原則の観点からやはり問題があるんではないかと当時はおっしゃっていて、でこれは極めて正論だと思います。でこのことがなぜ今昨年の7月から変わったのか、その点について理解できないんです。何かこれまでの解釈会見ということをですね、やはり経験やるべきではなくて、やっぱ憲法改正ということをしっかりやろう、限定的な集団的自衛権であってもですよ、でこういうことをこの当時おっしゃっておられると思いますが、さらなる何か安全保障環境の変化があったんでしょうか。まあ、総理はその高村副総裁の発言なのでご自身では責任ある発言はできないと言いますけれども、私なぜ冒頭にですね、憲法学者3人の話を出したかというと、今も多分この考えがオーソドックスなんだと思うんです。でそのことについてやはり説明しきらないと、国民の今総理がおっしゃったような方向性での議論がなかなか理解されないと私は思うんですね。で総理、じゃあ具体的に少し聞きます。やはりその現在の安全保障法制が憲法にひょっとしたら反してるんじゃないのかと、憲法学者の皆さんは明確に反していると明言されましたけれども、まあ、私は個人的にはですね、いろんなことを私も考えてきました。でいろんなことは個別的自衛権だろうが集団的自衛権だろうが
憲法の範囲の中で我が国を守るために必要なものは何なんだ、これは政治家として最後の最後まで求め続ける課題だと思います。でその中で憲法と現在審議している法案が本当に整合的なのかどうか、このことについてまず一つ聞きます。海外派兵の禁止についてであります。資料の3を見てください。総理はですね、海外派兵は一般に憲法上許されない、まあ、いくつかの場面でこういうふうにおっしゃってますね。で、まあ、5月26日の党衆議院予算委員会のものを書きました。これは審査要件を満たしてもなお海外領土領空領海に対して我が国の自衛隊を出していくことは一般に憲法上許されないという理解だと思います。中谷大臣は少しもうちょっと広いような答弁をされたことを記憶してますが、総理はこうおっしゃった。で、ホルムズ海峡の機雷の掃海だけは受動的限定的なので国際法上は武力行使と位置づけられるけれども、それはまあ例外だと。原則は海外の領土領空領海に対して我々の自衛隊を出していくってことは基本的にはない、許されないということをおっしゃいましたね。それは総理正しいですか。安倍内閣総理大臣、まさに、海外派兵はですね、海外派兵は、まあ、必要最小限度を、まあ、一般に、超える、一般に、その意味において一般に、海外派兵は許されないという考えであります。そしてその例外としてですね、機内封鎖された際の、機内の、を排除していくということについてですね、述べたわけでございます。玉木君、はい、まあ、極めて限定的といいますか、一般に、まあ、原則新しい法制になっても我が国の自衛隊を海外の領土領空領海に出すということは、まあ、いわゆる海外派兵は許されないということだと思います。そこで中谷大臣質問です。改正法の自衛隊法第122条の2をご覧ください。3に書いてます、資料の3。ここにですね、第119条の1項、7号、8号、並びに前条1項の罪は、日本国外においてこれらの罪を犯した者にも適用する。よくわかりにくいので、具体的に説明しますが、119条、あるいは122条というのはですね、いわゆる敵前逃亡とか、あるいはですね、上官の命令に従わないと。いうことは懲役7年とか3年とかっていう厳しい懲役刑が課せられてるんですね、現行法上で。今回の法律改正はこの適用範囲をですね、日本国外においてもこれらの罪を犯した者にも適用するとなってるんです。ということはこれもっと正確に言うと、これ防衛出動を前提にしたですね、規定になっているのは大臣もご存知の通りなんですが、これ一般に憲法上海外派兵は許されないと総理お答えになりましたが、一般的に海外において派兵することを前提とした改正法案になってるんじゃないですか。防衛大臣中谷元君。はい、委員がご質問されました規定は、防衛出動における職務離脱だと我々は規定しておりますが、これにつきましてはですね、今般の安全、保障法制の整備におきまして、従来の事態に加えまして、我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生をし、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由、幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある事態、これ存立事態ですね、においても防衛出動、これが発令されることになります。で、これに伴いまして、外国領域における自衛隊の活動、具体的には存立危機事態において、補給等のために他国の領域を経由、寄港、上陸するケースなどが想定されることから、防衛出動命令下における国外犯処罰規定、これを設けることにしたものでございます。玉木君。いや、大臣、もう一度確認します。ということはですね、まず大前提として海外においてですね、先ほど総理が出されたようなその公海上、あるいは我が国の領海上
で、その存立危機事態になって防衛出動ということは、それはあり得るでしょう。ただ、今、中谷大臣がおっしゃったのは、海外の領域、つまり領土、領空、領海において防衛出動することが、これは原則としてあり得るという前提だと思うんですけど、海外において防衛出動するということは、一般論としてあり得るということでよろしいですね。海外における防衛出動を前提にした規定だということを改めて確認です。お答えください。中谷防衛大臣。はい、従来から政府はいわゆる海外派兵は一般にですね、自衛のための必要最小限度を超えるものであって、憲法上許されないと、いたしておりますが、政府といたしましては、海外の領域における武力行使につきましては、ホルムズ海峡での機雷掃海のほかに、現時点で個別具体的な活動を念頭に置いていないということでございます。委員長、玉木君。ホルムズ海峡だけですと今おっしゃいましたね。で、機雷掃海しているときの敵前逃亡ってどういうイメージですか。はい、安倍内閣総理大臣。これはですね、つまり今、中谷大臣がお答えをいたしましたように、例えばホルムズ海峡における機雷掃海ということがですね、例外的にあり得る。その時にはこれは、いわば武力の行使と国際法上、これを介されるわけでありますから、防衛出動をしてい、く機雷掃海に行くわけであります。そしてその途中ですね、今中谷大臣が答弁をいたしました、その途中寄港することがあり得るわけです。補給等で寄港する場合があります。寄港した際はですね、上陸する場合がありますが、これは武力の行使を伴いません。しかしそこでですね、今中谷大臣が例として挙げられましたようなことが起こりうるわけであります。つまり武力を行使をしている過程において起こりうるのではなくて、いわば寄港目的等々において補給等で上陸をした際にですね、起こりうる状況に対してこの法律を改正したわけであります。このようにお話をさせていただければですね、ご理解をいただけるのではないかと思います。大臣、ホルムズ海峡の機雷の掃海時の敵前逃亡とかですね、そういったことをイメージしているのではないということですか。つまり今ロジスティックの話をされたと思うんですね。いわゆるその補給とか気候とか、そういう、いわゆる後方支援的なものにおけるですね、的なものですよ、におけるもののみを限定的に対象とした条文ということですか。大臣。中谷防衛大臣。はい、先ほど総理が申し上げたとおりで、ございまして、現時点におきましては、ホルムズ海峡での機雷掃海のほかに、具体的な活動を念頭に置いていないわけでございますが、具体的には公海上で活動している自衛隊の部隊、これが補給等を行うために他国の領域を経由して、寄港して、上陸をする場合もあり得るところでございますので、そのような場合における葬儀行為、また職務離脱など、第122第1各号に当たる行為が処罰の対象にしたということでございます。玉木君。いや、よくわかりませんね、大臣。もしそうであれば、そう書くべきじゃないですか、限定的に。今、私は冒頭ね、国民の多くの皆さんが、現行のこの安保法制が、憲法に違反しているのかどうか、そのことを心配されている方が世論調査でも多いわけですよね。で、こういうことを見ると、総理が海外派兵は一般に憲法上許されないと、おっしゃっているのは、これも法理上の範囲と総理がおっしゃるところが一致しているのか隙間があるのかもよくわからないところがあります、これは。で、この少なくともね、122条の2資料の3ですけれども、これ見ると、フルスペックという言葉はどうかありませんけど、一般論として、海外における防衛出動、あるいはそういったですね、我が国自衛隊の海外での領土、領空、領海における武力行使を伴う活動を前提にした規定に、これ、なっていると読まざるを得ないと思うんですね。で、もし限定するんだったら、私、限定するような書きぶりにしておかないと、
憲法違反の疑義がこれ生じるんじゃないですか、大臣。いや、大臣、大臣。中谷防衛大臣。法律によりまして、その新三要件ですね、これに該当するかどうかにつきまして、慎重に、判断をしていくことになるわけでございますが、最初に前提としてお話しした通り、我が国におきましては海外派兵、これは一般に自衛のための必要を最小限度を超えるものであって、憲法上許されないという前提がございまして、現在、念頭に置いているのはホルムズ海峡での機雷の総会でありまして、でこの法改正におきましては、それを念頭におきまして、この公海上で活動している自衛隊の部隊が補給等を行うために他国の領域、これを経由して寄港上陸するような場合におきまして、職務離脱などの行為が処罰の対象にしたということでございます。委員長、玉木君。そう書くべきじゃないですか。いつもそうなんですけど、法理上読める範囲と実際ここまでできますよというところを総理なり大臣がおっしゃるところが、私はね、こう しゃべるときは限定的に安全にしゃべってですね、 でも法律上はもう少し広く読めるところがやっぱありますよ。それはで、ここはやっぱり総理、いや首かすぎておられますけどね、いやだってそれはそうです。今限定的にじゃあホルムズ海峡の機雷掃海しかできないならできないって書けばいいじゃないですか、ね、いやいいです。それでじゃあもう一つ聞きます。もう一つ具体的な例を聞けますけども、これはですね、その一番の国民の皆さんの不安は、去年の7月1日でこれまで認められてこなかった集団的自衛権が認められることによって、我が国による武力行使のその要件が、緩くなった、あるいは下がってる、言葉はいろいろありますけれども、今まで以上に武力行使がしやすくなってるんではないのかという、一般的な私はこれ、懸念はあると思うんですね。そこでお伺いしたいんです。今までの憲法が許してきた、その限定された自衛権、これ、個別的自衛権だってフルスペックに認められるわけではなくて、いわゆる旧三要件を満たすときの初めて、我が国は武力行使をできる、これはそうですね。でそこで中谷大臣、これ以前安全保障委員会で議論させてもらいました。1時間ぐらいで伺いたいんですが、集団的自衛権のことじゃないです。個別的自衛権のことを聞きたいんです。でいわゆる予測事態、切迫事態で武力攻撃発生する事態とありまして、防衛出動できるのはこのうち切迫事態と発生事態ということですね。で、いわゆる準備ができると。しかし実際に武力行使ができるのは、武力攻撃が発生したこの事態に限定されますよね。で裏から言うと、切迫事態においてはいまだ憲法上武力行使が認められない。これは新しい法制になっても変わりませんか。委員長、委員長。中谷防衛大臣。はい、おっしゃるように武力攻撃事態というのは我が国に対する武力攻撃でございまして、予測事態はそのための準備をし、また切迫事態になったら防衛出動を伴い、そして実際に武力行使が可能になるということは発生をした着手をした事態ということで全く変わっておりません。はい、委員長。玉井君。武力攻撃が切迫してるんですね、皆さん、こうまさに我が国への武力攻撃が切迫してます。この時でも現行憲法か、あるいは新しい法制の下でも、日本は自衛隊は武力の行使ができないんですよ。これが憲法9条の縛りなんです。もう一度聞きます。新しい法制の下でも、もし間違ってですね、何かの拍子に切迫事態で武力行使をした場合には憲法違反に当たりますか。中谷防衛大臣。はい、その通りでございます。我が国が武力行使が可能になるというのは武力行使が発生した事態でございます。委員長。玉木君。安倍総理にお伺いしたいんですが、いらっしゃらないので
永谷大臣、お答えいただけますか。皆さん、個別的自衛権、あ、総理戻られたんで、ちょっとおさらいしますけどね、切迫事態においても新しい法制下では武力行使をしたら憲法違反なんですよ。それぐらい日本のですね、憲法9条っていうのは武力の行使に対して厳しい縛りをかけてるんです。これがいいか悪いかの価値は置きます。ただこれがこれまで憲法が求めてきた一つの基準ですよね。で、実際に武力攻撃が発生したら、それはまさに旧白不正の侵害、我々に対して国家と国民に対して重大深刻な影響が生じるから、その時は初めて武力の行使ができる、こういうことだと思います。で、この基準が我々の頭の中にあるわけですね。で、そこで集団的自衛権の話に移りたいと思いますが、審査要件を満たした前提で聞きます。で、ホルムズ海峡の例を出されたので一つお伺いしたいのは、切迫事態でもですよ、個別的自衛権の行使として我が国は新しい法制下の下でも武力の行使ができない、これが厳しい縛りですよ、平和国家としての専守防衛の。その時に密接な他国、まあアメリカに対して攻撃がある、あるいはよく出されるホルムズ海峡のケース、特に経済的な理由であってもですよ、武力攻撃が可能になるわけですよね。審査要件満たしたら、投資者が出るとかいろんな話がありましたが、審査要件を満たしたときには我が国に対する直接の攻撃がないけれども、経済的な理由も含めて武力攻撃ができる場合が今度あり得るんですよ。切迫事態でさえ武力行使ができない憲法の縛りと、直接に攻撃を受けてないけれども何かこう経済的事案も含めてですね、密接な他国に対する攻撃があって三要件を満たしたら攻撃ができる、明らかに武力行使の基準が緩くなってませんか。安倍内閣総理大臣。まずですね、この三要件について正しく解説をさせていただきますと、まず我が国に対する武力攻撃が発生したこと、でここで一旦切れるんです。で、またはで以下がつながっていくわけでありますから、またはの後は一つのパラグラフだと考えていただいた方がいいんだ、いただくべきなんですが、我が国に対する武力攻撃が発生したこと、そしてまたは、我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険があることということを、の時に、そしてまたさらにはこれを排除し我が国の存立を全うし、国民を守るために他に適当な手段がないことの中において、必要最小限度の実力行使にとどまるべきこと、これがまさに三要件であります。これは非常に厳しい三要件と言わざるを得ないわけで、ありまして、先ほどの、切迫事態との関係について述べておられますが、これは我が国が武力攻撃を受けた場合と、同様、そして同様な深刻重大な被害が及ぶことが明らかな状況にあるのがまさにこの存立事態と言えるわけであります。その時にはですね、当然我々は国民を守るために、この三要件にあるように他に手段がないわけでありますから、その時には国民を守るためにですね、必要な実力を使うと、こういうことでございます。玉城君。これ聞いてても国民の皆さん分かりませんよ、総理。いや、その私がね、あえてね、個別的自衛権の話と対比で出したのは、今我が国の憲法を変えれば別ですよ、でもこれからも9条維持するんですよね。で、9条の伝統的な解釈の範囲の中で、今回の限定された集団的自衛権を認めるという、法理を取られます。百歩譲ればそれ乗ります。乗ったときに、今の個別的自衛権で認められている武力の行使と同じぐらいの多分厳しさがないと、それは多分はみ出る部分は憲法違反なんでしょう。で、ここがですね、明確に、つまり三要件をそのまま法律に書いてあって、さらにそこをブレイクダウンしてないので、その外縁がよく分からなくて、本当に、いや、総理、ちょっと時間がないのでお願いします。で、これ、永谷大臣に聞きます。ちょっとじゃあ、分かりやすい事例で、じゃあ、総理聞くんで答えてくださいね。5月の14日に安全保障委員会で、私は永谷大臣とやり取りをしました。その時に、
前田政府参考人からこういう答弁があります。武力攻撃切迫事態と存立危機事態というものは併存する可能性があると。ある事態、このある X 事態としましょう。 X 事態という状態が併存するわけですから、例えばアメリカが攻撃を受けているとで、日本はまだ攻撃を受けていないと、あるこういう状態があったときに併存しますよね。だから全然離れた地理的時間的に離れている、この同じことです。ある併存する事態が発生したときに、切迫事態だから個別的自衛権としては武力行使はできないですね。現行を変えないんだから。で、存立自体が併存しているから、集団的自衛権の眼鏡で見ると我が国は武力行使ができるようになる。で、総理今ね、最初におっしゃった資料の4を出していただきたいんですけど、この3、4件の第一条件の読み方なんですが、まあこの A、B、C と分けましたけども、A と B かつ C のことを定めていると多分総理は今おっしゃった。でも、この前の法制局長官の答弁を聞いていると、A は当然 C を満たすから、A かつ C、もう当然入っていると。つまり、我が国に対する攻撃や他国に対する攻撃は一つのきっかけであって、9条に基づいて本当に我が国は武力行使できるのは、自国、および自国民に対する影響が深刻重大、つまり存立を脅かし、国民の生命、自由、幸福の追求権利が根底から覆される明白な危険があると。我が国と国民に対する影響に引き直して判断したときに、個別だろうが集団的自衛権だろうが行使できるという法理だと思うんです。これが憲法の枠をギリギリ超えない考えだと思うんです。そうすると、両者が併存している事態っていうのはですね、それで切迫事態だというふうにこっちから見たら武力攻撃できないんですから、行使が。つまりこの C の要件が満たされてないんじゃないですか。でも集団的自衛権になると急に C が満たされていけると、併存することは前提ですからね。だから個別でいくと撃てないんだけど、集団的自衛権でいくと撃てるようになるっていう、もしその隙間があったら、その隙間の部分は憲法違反に当たりませんか。安倍総理大臣。今の玉城委員の説明もですね、一般国民からは、確かに分かりにくいんだと思いますよ。それはいわばこれ法律的な話をしておられますから、まあ、ですから少し具体的にお話をいたしましょう。まず、切迫事態とは何かということで、一度私はここでお話をしたことがございます。まあ、基本的にはですね、まさにどういう状況で、防衛出動をし、どういう状況で武力行使をするかということは、議論としては確かにする必要はありますが、これを相手国もみんな見ているわけでありますから、全部、手の内をさらすということは避けなければいけませんから、これは限定的にですね、お話をしなければいけない、その中でお話をさせていただきますと、では切迫事態とは何か。これはまあ防衛出動ができる事態でございますが、まあ、ある国がですね、日本に対して敵意を示す、例えば、東京を壊滅的な状況に追い込むという発言をしておいて、これはしっかり具体的に説明しないと分かりませんから、という発言をしておいて、さらに動員令をかける、そして、艦隊を集結をさせるということになればですね、これはやはりもう切迫事態と言えます。ただこの段階ではどこの国に対する、我が国ももちろんでありますが、武力攻撃は発生していません。切迫事態ではありますが、これは当然、武力攻撃はできない。ではですね、存立事態とは何か、そういう状況、切迫事態の中においてですね、切迫事態の中において、海上において、米艦船が警戒に当たっている、そういう状況ですからね、米艦船が警戒に当たっていて、でこの米艦船に対する、いわば、攻撃がある。この時はまさにこれを達成かどうかということについては、これは存立事態、いわば、日本を攻撃をすると言っている国が日本をの近海で、警備に当たっている米艦船に対する攻撃を、まあ、行う、そしてこの艦船に対するこれを達せないでいいのかどうかということがずっと先ほど来議論になったわけでありますが、我々はこれは達せなければ国民の命を守ることができないという意味においてこれを達せる、まさにこれは存立事態になるわけでありまして、その後我が国に対する攻撃があれば、これはまさにこれ我が国自体になっていく、そうすれば個別的自衛権になっていく、いわば切迫事態から集団的自衛権の行使に至り、そしてその後はまさに個別的自衛権に至ると、こういうことになる可能性があるということでございます。
玉井君。違うんです。私はね、助けなくていいって言ってるわけじゃないんです。その行使の要件の基準が、その、ずれてるんじゃないのか。で、もちろん違う観点で見るということを言うんですが、前も1時間ぐらい大臣に議論させていただきました。これね、実はね、皆さん大事な論点です。で、私はむしろ、個別的自衛権の方に隙間がある。もしですね、行使の要件が、その本当に我が国に引き直してきたときに、それが非常に厳しい、深刻な事態だというふうに考えるようなときにはですね、本当に最初の攻撃を受けるまで待たなきゃいけないのか、本当に我が国に対する攻撃がない段階でですね、広く一般的に、アメリカ、それはアメリカに対する攻撃があった場合もあります。ただ、そこは、私はやっぱり自国に対する影響として一つの基準の中で見ないと、個別的自衛権だからいけません、集団的自衛権だったら突然にいけますと言うんじゃなくて、それは我が国に対する、つまり先ほど総理がおっしゃったように、アメリカに対する攻撃があっても、だからといって全部いけるわけじゃないですよね。ですよね。審査要件を満たすとき、その審査要件というのは、まさに我が国の存立が脅かされて、国民の権利が根底から覆される、そういった状況ですよ。で、もしそれが集団的自衛権の行使の要件として認定されている状態なら、それは個別的自衛権も行使できる状態になっているべきなんではないですか。中谷防衛大臣。これは大原則でございますから申し上げますけれども、個別的自衛権というのは、我が国に対する武力攻撃が発生しない限り、これは武力行使はできないという、これ、原則でございます。まあ、しかし、委員も言われましたように、相当安全保障環境というのが変化をしてきておりまして、まあ、以前は米ソの冷戦でしたから、秩序というものはあったんですけれども、こういったパワーバランスも変化をし、そして長射程のミサイルがあり、また周辺国の軍事力も変化をしましたし、テロの発生もしたということで、もう脅威というのは、もう国家を超えてですね、やってくるし、もはや一国のみで自国の安全保障を守りきるということはできないわけでありまして、申し上げたいことは、他国に対して発生する武力攻撃であったとしても、その目的、規模、対応等によっては、我が国の存立を脅かす、こういうことも現実に起こりうるということでございます。で、委員のように個別的自衛権で見ればいいのではないかと言われますけれども、これは大原則として個別的自衛権というのは、我が国に対する攻撃がないと発動できないわけでありまして、その我が国に対する攻撃が発生する前の段階でですね、我が国の存立を脅かすような事態になって、それが他国でに対する武力攻撃が発生した場合、これを今回、存立事態といたしまして、我が国の安全を確保するという規定でございます。委員長、大臣ね、前もこれよくわからないんですよ。で、憲法違反の疑いがあると、まあ、憲法学者が明確におっしゃっていて、で国民の中にもね、議論が深まらない。で、私、あえてちょっと総理からね、国民が分かりにくいということでご批判いただきましたけど、総理が話していることもね、分かりにくいんですよ、総理。で、こっちが言うときは分かりにくいって言われてね、だから、いや、私、これ、誠実にこれは本当に、どういうことが本当に認められるのか、認められるのか、これ、真剣に議論してます、これは。総理、お分かりだと思いますが。でね、それでもう一回言います、切迫事態で、我が国に対する攻撃が差し迫ってるのに、やっぱり攻撃できないのが現行憲法です。でも他国に対する攻撃があって、まあ、審査要件を満たしたらいける。しかも、ホルムズ海峡の封鎖で、油が入ってこなくなる。どう考えてもね、私は武力行使の要件が、今回の法改正によって緩んでしまっている。で、その緩んだ分は、やはり、個別的自衛権の行使要件を変えるなら別ですよ。こっちがカチッと変わらないのに、こんだけ厳しい要件を、個別的自衛権は引き続きかけているのに、だから他国に対する攻撃があったらね、それで武力行使ができるようになるっていうのは、私はね、やっぱりこう憲法違反の疑いが拭えきれないと思うんですよ。ですから、ここについてはね、わかりやすく、やっぱりしっかりと説明をしないと、国民の理解は得られないし、そのことが理解がやっぱり進まないんであればですね、やっぱり一度これ、憲法学者の皆さんもおっしゃっているように、
出し直す、一回ですね撤回して出し直すようなことをした方が本当に国民の理解が得られた安全保障法制になると思っておりますので、そのことを申し上げて質問を終わりたいと思います。